きい鉢をご準備いただきました。大きすぎだよこれって思いました。持って裏って見てみるとどうやらハダニが繁殖してそうです。でも結構ウェットの方まで結構いきますね。暮らしのマーケット大学です。今回は鉢の植え替えです。今回植え替えをしていただくのはこちらの方です。アドグリーン株式会社アドグリーンの白梅です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回植え替えしていただくのはこちらのフィカスピニケです。お悩みがあるんですが、まず鉢の成長に植物が合わなくなってきているので植え替えをしてもっと大きく育てたいということ、あとは植え替えの時植物にダメージを与えないような植え替えのポイントを知りたいということです。白梅さん、こちら解決できそうでしょうか？はい、もっともっと大きくされたいということで鉢を大きくしたいということで、その場合の注意点などをお伝えできたらと思います。はい、ありがとうございます。では早速始めていただきましょう。白梅さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、フィカスティネケの植え替えを始めていきたいと思います。今回は、サイズアップをしていきたいということで大きい鉢をご準備いただきました。で、まあパッと見僕思ったのが大きすぎだよこれって思いました。これは、いわゆるしくじったやつですね。ああ大きすぎなの買っちゃったみたいな。でも、まあ、ある部分を守ってあげれば大きすぎても、まあ、とりあえずは大丈夫だっていうことで、そのポイントとかをお伝えしていきたいと思います。でまず植物を見ていきたいと思います。可愛らしいですね。3つに分かれててすごいバランスがいい植物だと思います。ただ気になる点がちょっと、葉っぱがなんか色が変わってるとこありますね。これなんだろうと思って、表裏って見てみるとどうやらハダニが繁殖してそうです。これなかなか気づきにくいですよね。ちょっと枯れたのかなっていうふうに思っちゃう人も多いかと思います。ただ、枯れるにはいろいろな原因があって、この場合はちゃんと葉っぱの表裏を見てあげないと見逃しがちな部分ですね。でハダニってものすごい、ちっちゃいですのですごい分かりづらいです。なのでこういう場合は葉っぱを落としてあげてもいいですし、まあもうちょっと残したいなっていう葉っぱがある場合はちゃんと消毒をして対応しましょう。はい、じゃないとこう全体に広がって鑑賞価値がものすごい下がりますね。せっかく可愛いので、しっかりと対応してまたぐんぐん育っていってほしいところです。で、今回は、まあ、その消毒は、一番最後にするとして、鉢上げですね。こうやって鉢サイズをアップする時の注意点などをお伝えしていきたいと思いますけど、まずこう見てみるとこうやって、ヤシのヤシ柄がこう載ってますね。これって見栄えを重視するためにこう置いてるんですけど、よくよく見るとなんか白いカルキがついたりとかなんかカビかなって思うような部分があったりとかしますね。これと、これとかカビじゃないですかね。はい、こんな感じになってます。で見栄え良くしようとしてるのに結局こうやって汚れてしまうっていうのがマルチングの、最大のマイナスポイントですね。これ、ちゃんとよくよく見てあげないと、汚れの原因になったりとか虫が来たりとかカビとかの原因になったりとかします。なので、ほったらかしにしないで、都度見てあげとく必要があります。必要であればもう取り除いてあげる必要がありますね。この場合はもうなんかカビっぽいから取り除いてあげた方が一番いいです。簡単に取り除けますのでこうやって取り除いた上で、また新しいものを準備してあげるかもうそのまま育ててあげるかにした方がいいと思います。で室内だと特に、湿度があってちょっとジメジメしてて日当たりも悪くてっていう条件が揃ってますよね。カビが生えやすい条件が揃ってるのでわざわざその条件を作ってあげてるってことです。まあここもそうですけどね、土もその条件を、わざわざ作ってあげてるのでより、注意が必要になってきます。なのでしっかりと土を乾燥させた後にお水やりをするっていうのがすごい重要になってきます。で、フィカスは乾燥に強いので、
まあ、ある程度乾燥、しっかり乾燥させても全然持っちゃいますので、勇気を持ってしっかり土の中までしっかり乾燥させてあげてください。今早速ちょっと取ってます。取ってきますね。じゃん。こんな感じです。なんか、こう、羽が入ってますけど、これ。いろんなもの入ってますね。どうですかね？見てください、ここ。もう、かなりカビてますよね。こういうの、もうカビたりとか必ずあります。で、これが繁殖しなければ、まあ特別匂いとかも起こんないんで、やっぱりしっかり乾燥させて、この状態を広がらせないようにすれば問題ないです。で、カビって、まあいいか悪いかって言ったら皆さん悪いって思うかもしれないですけど、自然界ではごくごく当たり前の状態ですね。なので、いい悪いはそもそもはないです。ただ、やっぱりカビの匂いとかしたらすごい気になりますよね。なので、できるだけ繁殖を抑えましょうということで、土を乾燥させてあげましょうっていうのもあります。今回ここは取り除きます。カビね、繁殖したら、なかなかね、取り除くの結構難しいんですよね。どうしてもこう取ってる間にまた菌が待っちゃってとかなって、もうしょうがないです。なので、しっかりと、まあ、取り除ける部分取り除いて、土を入れ替えてあげるってことが大事です。今日ですね、実はですね、もうこのままちょっと、土を少しだけ落として植え替えようと思ったんですけど、カビが生えてたので、今回はこの部分を取り除いた上で、しっかりと取り除いた上で植え替えるようにします。で、そうだ、順番がありますね。植え替える前に、こっちの鉢の準備をしてから植え替えるとかなり楽です。こっちの鉢の準備。これは8号かな ?8 号ですね。8号サイズ。8号サイズで、中に鉢底石を敷いて土を入れて植え替えます。今回鉢底ネットは必要なさそうですね。この穴がちっちゃいので鉢底石で止まるかと思います。ちょっと鉢底石入れていきます。もしかしたら鉢底石がちっちゃくて落ちるかも。まあ落ちるやつもあるんですけど、いっぱい入れちゃえば止まるんで、このぐらいですね。落ちてきますね。はい、これで止まると思います。でこんな感じで鉢底を敷いて、であらかじめ土を入れておきます。土は市販で売ってある観葉植物の土ですね。今回は植物自体ちっちゃいので結構土入れときましょう。たっぷり入れます。まあ本当はもっとちっちゃい鉢の方が好ましいですね。でこれもギュッと押さえて、まあちゃんと詰めた感じになるように土があらかじめ押さえておきます。どのぐらいかな、よいしょ、ちょい、はい。でここの中央に植えるようにします。じゃあ先ほどこの根っこカビの部分取り除いていきます。大事な根っこがありそうですけど、カビを取り除きたいですね。こうやって表面上取ったとしても中の方に、ね、まだカビ菌がいたりとかして結局繁殖する場合があるんですけど、それはもうしょうがないですよね。そこは折り込み済みで植え替えます。上の方もほぐしてあげます。よいしょ。カビ菌が中までいる場合って、はい、もうそのどうしようもないんですかね。完全に。そうですね。取り除くっていうことは難しい。この土を洗い流せば、
まあ、完全というか取り除く、ほぼほぼ取り除くことはできます。ただ、結構ダメージが強いので、僕もまあ洗い流すっていうのはもう最終手段としてやってますね。例えばもう虫が湧いて、薬で虫を殺すことができるけど、そこに虫が残ってるのが嫌だっていうお客様は、洗い流して取ったりとかしてますね。あとカビも繁殖もう絶対嫌だという場合には、洗い流すことはできますけど、ダメージがありますということでお伝えしながら植え替えたりします。ありがとうございます。はい。で、フィカスの場合、重要な根っこがぐるっと回ってる場合があるんですよ。ここ切っちゃうとかなり致命傷になりがちなんで、そこ注意して、上の方は大丈夫ですね。ちょっと根っこが出てきましたけど、まあ、このぐらいで。このカビのところに、太い重要な根っこが絡まってそうなんで、ここは慎重にいきます。こうね、こうやってほぐしてる時に手袋にカビ菌がついてとか、もう結構どうしようもないですよね。よいしょ。だいぶ根っこ出てきましたね。カビがあるのでここまでほぐしてますけど、本来だったらほとんどほぐしません。鉢上げなので大きくするので、まあ、ちょっと絡まった根っこを取るぐらいで済みますね。これぐらいでいいですかね。チェックします。はい。まあ、主要な部分は取り除いたので、まあ、こんなもんかっていう感じですね。あとはちょっとこのピロノテしてるのをちょっとだけ切ります。はい。じゃあ、これで植え替えていきましょう。どうですか？めっちゃでかくないですか？これは、やっぱ大きすぎですね。で、こうなるとなんでいけないかっていうと、根っこがここしかないのに、土の量がもう、5倍、10倍ってあるっていう状態が良くなくて、まあ、水を吸い上げますよね。ただ水を吸い上げても吸い上げてもまだここに水分が残っている状態というのは根腐れにつながります。なのでこういう適切な大きさの鉢に植え替えてあげた方が土の乾きが早くなって、土の中に空気が入ってで根っこは健康的に育つっていうことですね。ただ、まあ、きちんと、それでも待って待って乾燥させることができれば、まあ、その問題は、ある程度はクリアできるので、まあ、そこをちゃんと気にしながら育ててあげるってことが大事になります。とはいえね、こっちに植え替えてあげたいですけどね。今回はじゃあちょっと、まあ、ダメな例っていうか、まあ、ダメな例でも、ここだけ気をつければ、まあ、なんとかかんとかできるよっていう例を見せるために、これに植えていきます。お客様が鉢をご準備いただくこと前提でちょっと植え替えさせていただいてるんですけど、やっぱり鉢のサイズが、思ったより大きかったとかいう場合があるんですよね、どうしても。あんまりないですけど、まあ、稀にあります。まあ、その場合は注意点とかお伝えして、そっちの鉢に植え替えない場合もあります。元の鉢にじゃあ戻しましょうとかいう話もありますし、この鉢に植え替え、どうしても植え替えたいんだったら、ここだけ注意してくださいねっていうふうにお伝えして、大きい鉢に植え替えています。そうですね、あとは、まあ、高さ低くなるんですけど、この植える位置を低くして土の量をコントロールとかもできますね。一応見栄えはね悪くなるんですけど、まあ、植物のことを第一に考えて、この鉢に植えない方がいいんですけど、この鉢でなんとかするっていうんだったら、こう低くしてやるっていうのも一つの手ですね。これどうしましょう。そうですね、どうしようか。まあ低くしなかったところでちょっと鉢が大きすぎてバランス悪いので、どっちにしろバランス悪くなってるので、低く少しだけこのぐらいで植え替えてあげましょう。で、鉢の中に土をいっぱい入れるためにで全然して土の隙間を少なくしていきます。
はやっぱりもう大きすぎる鉢に植え替えて土の量、根っこの量が少ないとやっぱりこうグラグラしやすいですよね。どうしてもこう横に動く範囲がなんか猶予が出ちゃうので、そういう時は支柱立ててあげてもいいかと思います。大きさで、はい、まあ、大きすぎる鉢とかの場合植え替えはしないパターンがあるというふうにおっしゃってたと思うんですけれど、はい、まあ、それ以外で、はい、こう、まあ、植え替えで入れがあってお客様宅に訪問したけれど、はい、植え替えをしなかったパターン、はい、植え替えが本当は必要じゃなかったパターンとかっていうのはどんなものがありますか？はい、ですね、一番多いのが、オーガスタという種類で、オーガスタって結構日当たりを好むんですよね。それを室内で育ててるとビヨーンと間延びしちゃってヘロヘロに育っちゃって茎が強くなくてですね、横に広がっちゃって、それでどうにかしてほしいっていうのがあるんですけど、そもそもそれは植え替えでは良くならないんですよね。なのでこれは植え替えでは良くなりませんと。むしろ植え替えた場合にその茎がさらに刺激、茎に刺激があった、刺激を与えてしまってもっと倒れちゃうことになりますとかいうふうにご説明をして、で、今回は植え替えじゃなくて、しっかりと支柱を立てて見栄えを良くした上でもうちょっと日当たりいいとこで育ててくださいとか、そういうふうな説明をします。あとは本当にもう弱ってしまってる場合、ね、鉢から出した時に根っこがほとんどなくてもう植え替えるの怖いなと思った場合、そういう時はもうそっと戻して、すいませんけどこれ植え替え云々じゃなくてそもそも日当たりを良くしないと改善しないですっていうことをお伝えして植え替えない場合がありますね。やっぱりその、まあ、根っこありきなんで植物、その根っこを丈夫に育てないとそもそも植え替えなんて必要ないんですよね。なので、優先順位があります。日当たりを良くして、水やりを良くして、あとは最終的に肥料みたいな、その肥料というのは栄養分という意味ですね。そういうことになってきますね。日当たり良くても水やりがダメだったらダメですし、水やり良くてもそもそも日当たり悪いところだったらダメなんですよね。日当たりが悪いとこいいとこだと、日当たりが悪いときは水やりでこんだけコントロールする、日当たりがいいと水やりをこんだけやったらどんどん元気になるって、でその全部がマッチしたときにぐんぐん成長しますね。ただ優先順位はやっぱり日当たりが一番重要になってきます、はい、ありがとうございます。ということでこんな感じで植え替えました。見た感じこうやってやっぱりこうしっかりは植えられてないですよね。こういう場合は支柱を立ててあげてもいいと思います。まあ、室内に置いて風に揺れることがないんだったらこのまま様子見てもいいかと思います。もっともっと元気にしたいからちょっとベランダに出しとくっていう時は支柱を立ててあげて、まあ、倒れにくくしてあげるのもいいかと思います。とはいえちょっとグラグラしすぎですね、うん、支柱を立てましょう。そうですね、支柱はまあ大きいのちっちゃいのってありますね。で家に支柱あったけど大きいのしかないなとかいう場合は、支柱を折っちゃってもいいですね。これだと、例えば、これ取っちゃって、これ刺しちゃってもいいですし、これだとちょっと太すぎて、なんか目立っちゃうなっていう場合はこっちでもいいですし、サンセベリアの植え替えの時に使った、これですね。これの、ここだけを使っちゃうという手もありますね。今回どうしようかな。これじゃ短いんで、ちょうどいいのがこれにしましょう。これを立てるとちょっと頭が出てかっこ悪いなっていう場合は折っちゃってもいいです。なのでどうしようか、支柱結構簡単に折れますね。こうやってポキッと折れるんで、これで長さ調節してあげて、ここに幹に沿うように刺してあげて、
あとくくれば大丈夫ですね。で、こうやってこのビミタイっていう、これは商品名だな、やつが売ってありますので、これ、カラーもいろいろあります。で、僕はこのカラーが一番、この植物に馴染んでるカラーかなと思ってこれを選んでます。なんかあんまりこっちの緑だと逆になんか目立っちゃうんですよね。という考えのもとこれを選んでます。つける位置は上と下2箇所ぐらいつけとけばいいかっていう感じで。まあ動かなければいいですけど、1箇所でもいいですけど、今回1箇所でもいいですかね。こんな感じで。目立たないようにくるくるってして、こうやって下に隠しとけば、なるべく目立たないようになります。あと気をつけなければいけないのは、このビニールをした時に、成長していってもほったらかしにしている人が結構たくさんいらっしゃいます。そうすると、ここの幹にどん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 食い込んでいきますね。幹は太っていくばっかりなんで、このビニ体が邪魔をして、こうやって食い込んでいきます。そうするとここが極端に弱くなりますので、やっぱり毎年毎年こうやってちゃんと見てあげるっていうのがすごい大事になってきます。まあ、できれば少しだけ余裕持たせてあげるっていうのがいいですけど、まあ動いてしまったりとかすると意味ないので、キュッと締め付ける場合は必ずここをちゃんと面倒見てあげてください。はい。以上でこんな感じで植え替え終わりました。あとはお水やりと消毒ですね。じゃあ消毒をちょっとやってみます。消毒はですね、まあいろいろあるんですけど、僕はもう簡単に園芸を楽しむということで、こうやってもう売ってあるやつを使ってます。これは住友化学園芸から出てる、1年前か2年前かに出たかな、ベニッカっていう名前の薬剤で、これが一番最新のやつなのかな、こういうスプレー式のやつでは。これだと虫と病気両方に効きますって書いてあるので、これでとりあえずは問題ないです。でこれを、まあ、葉っぱの表にまずかけてあげて、で裏にもシュッシュッとまんべんなくかけてあげて、はい、これだけでいいですね。ちゃんとかかってるかな。ちゃんとかかってそうですね。これであと乾くまで待てばいいです。なんか雨ざらしになるところとか、そういう場所だと流れてしまって意味がないので、必ず効き目を出してあげるために、雨の当たらないところでちゃんと乾燥させてあげてください。はい。これが一番お手軽です。とは言っても結構な量があるので、なんか困りますね。これなんかもうちょっと少ないの出ないかなと思うんですけど。あとはお水やり。お水やりは、このままたっぷり土全体が湿るようにやってあげて、で、しっかり乾燥させてあげてください。こんだけ容量があるので、乾きも遅いと思います。なので、まあ、できるだけ明るいところで、しっかり乾燥させてあげるってことが、すっごい重要になってきます。他のもでもそうなんですけど、鉢が大きいと特に、もうまだまだ乾燥してないという時があるので、そこだけ気をつけてください。あとは、じゃあちょっとお水やりをして、さっきの水分計でちょっと水分量を見ましょう。お水やり、する前の、これちゃんと動くかな、お水やりする前の水分、こんな感じでちょっと動きましたね。あ、結構動く、半分。他のとこ結構動きますね。はい、ということでこの土がちょっと湿ってる状態だってことですね、打ってある時から。で、これでじゃあお水やりをちょっとします。下に漏れないように。このビニールの上で。下に漏れないぐらいやりますね。まあ、植え替えたばっかりの土なので、結構水もスッと通りますね。だいたい15サイズで、カラッカラに乾いてたら、2リットル弱ぐらい水吸いますね。1.5 から2ぐらい。これ8号サイズなので、まあ1リッターとか 1.3 とか、そのぐらいになってくると思います。どうなんですかね。どれだけ的にどうなんですか、これ。ああ、でも結構、ウェットの方まで結構いきますね。はい。こんな感じで分かりやすいです。ウェットの方がいいんですかね。が、水があるって
状態ですね。モイストよりもウェットぐらいを水やり後は目安って。そうですね、はい、もう完全に、水やりしましたって状態なので、ここぐらいまでが好ましいです。まあ、下から水が出るので、下から水が出るまでジャーッとやってあげればこの状態になりますね。これが完全にこのドライってなるところまで乾いてからお水やりをしてください。はい、これは分かりやすいですね。1回に1本あってもいいかと思います。はい、以上がお水のやり方ですね。ちゃんと土を乾燥させて、そこからまたたっぷり水やってください。で、まあ、間違い、お水やりの間違い、そういえばお伝えした方がいいですね。お水やりでいつもお水やってんですけどって言って、なんでダメになったんですかねって、ご相談を受けて、よくよく聞いてみると、お水やりを、毎日、100cc ぐらいちょっとずつ上げてるっていう方とかいらっしゃいます。それは、土がずっと湿った状態になるので NG です。あとはその状態でもうまく育ってる場合があります。それは、ここの上の方だけ水が湿って、そこに根っこ張って、でそれでなんとかかんとかうまく、成長してるって場合があります。その場合下の根っこ枯れてたとか、そういうパターンもありましてね。なのでお水やりはちゃんと中までしっかり湿るようにやってあげて、そこから中までちゃんと乾燥させてあげて、そしてまたお水やりをたっぷり中までしっかり湿るようにやってあげる。で、このサイクルでお水やりしてあげると一番いいです。はい、以上でフィカスティネケの植え替え完了しました。フィカスティネケの鉢の植え替えが終わりました。白目さん、出来栄えはいかがですか？はい、ちょっと鉢が大きいんですけど、その注意点も踏まえてしっかり育てていってくださってかなと思います。はい、今後もっともっとこれから大きくなっていくと嬉しいですね。はい、白目さん、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。最後に、この動画がためになったよという方はぜひいいねボタンを押してください。コメント欄に一言でも感想いただけると励みになります。これからも皆さんのためになる動画をたくさん配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。